皆さん、こんにちは。今回は、笑顔の裏に壮絶な生い立ちを持つ俳優ムロツヨシさんの物語をお届けします。1976年、神奈川県生まれのムロツヨシさん。両親の離婚により幼少期を父方の親族に育てられ、高校卒業後は東京理科大学に入学しますが、わずか3週間で中退。その後、俳優を目指し奮闘する日々を送ります。ムロツヨシさんの生い立ちは、多くの困難と試練を乗り越えた壮絶なものでした。幼い頃に両親が離婚し、父親に引き取られたものの、すぐに親戚に預けられました。父親はその後、新しい家庭を持ち、ムロさんとの間には距離が生まれてしまいます。学校や家庭で不幸なことを思われないよう、明るく振る舞うことで周りを笑顔にする力を身につけていきました。高校を卒業後、一浪して東京理科大学に進学しましたが、ここでの挫折が彼の人生を大きく変えることに。家族との関係も複雑で、母親は家を出て行ってしまい、その後40年間会うことはありませんでした。しかし、あるバラエティ番組をきっかけに母との再会が実現。ムロさんは、産んでくれてありがとうございますと感謝の言葉を伝え、僕は恨んでないし、この家庭環境のおかげで役者という道を選んで意地にもなれたと話しました。彼の姉もまた複雑な家庭環境の中で育ちました。祖父母や親戚の家を転々とする生活の中で、弟を守りながら過ごしましたが、高校時代には反抗期が訪れ、最終的に家を出て行ってしまいます。その後、音信不通の状態が続いているといいます。ムロツヨシさんの物語は、彼が現在の陽気なキャラクターを形成するまでに多くの挑戦と困難を乗り越えてきたことを物語っています。彼の心情である、誰にも嫌われたくない、誰にも迷惑をかけてはいけない、自分が我慢すればいいというマインドは、彼の過去の経験から来ているのかもしれません。しかし、これらの経験が彼を今のような多くの人々から愛される俳優へと成長させたのです。ムロツヨシさんの下積み時代は厳しいものでした。彼は大学を中退した後、俳優を目指し始め、生計を立てるために中央卸売市場やコンサート会場でアルバイトをしながら、小さな劇団での舞台に立っていました。1999年からは一人で舞台活動を始めますが、15年間にわたる長い下積み時代を経験しました。ムロさんが下積み時代に実践していた得意な戦略は、自分の名前を連呼して覚えてもらうことと、飲み会では徹底して盛り上げることでした。この独自のアプローチは、彼が関係者に顔を覚えてもらい、次の仕事へとつなげるための足がかりとなりました。嵐の二宮和也さんも、ムロさんのこのような寄り添い力を称賛しています。ムロさんの下積み時代の苦労が、彼の人柄やキャラクターを形成する大きな要素となったのは間違いありません。下積み時代を経て、ムロさんにとっての転機は、彼のユニークな存在感と演技力が認められ始めたことでした。特に勇者ヨシヒコシリーズでのメレブ役は、彼にとって大きなブレイクとなり、その後のキャリアにおいて重要な役割を果たします。この長い下積み期間を経て、ムロさんはマイナスをゼロにする生き方を貫き、今日の成功を築き上げました。ムロツヨシさんのブレイクにおいて重要な役割を果たしたのは、彼が福田雄一監督との出会いです。福田監督は劇団ブラボーカンパニーの座長として、またバラエティ番組の構成や映画監督として多方面で活躍しています。彼はコメディ作品を数多く手掛け、ムロツヨシさんや佐藤二朗さんなどの個性派俳優を多くの作品で起用し、特にムロさんは福田組の常連キャストとなりました。ムロさんは福田監督との出会いが役者人生において大きな転機となったことを述べています。彼は福田監督の作品に多数出演し、映画、
銀魂や50回目のファーストキスなどでの彼の役割は、ムロさんのブレイクに一役買っていると言われています。この関係性の深さは、福田監督がムロさんを含む役者たちとの間でいかに良い関係を築いているかを示しています。彼らはムロさんが言及するように、作品のプロモーションでも効果的に協力し合い、制作側からも高い評価を得ている。福田監督との出会いは、ムロさんのキャリアだけでなく、彼の演技スタイルにも大きな影響を与えています。一方で、ムロさんは荻上直子監督との出会いも役者人生における重要な節目であり、彼女からの助言、今までのムロツヨシを捨ててくださいという言葉を受け、自身の役者としての考え方を大きく変えたと語っています。この出会いにより、ムロさんは自身の役者人生を荻上前と荻上後で分けて考えるほど大きな影響を受けました。これらの出会いは、ムロツヨシさんが今日の成功を収めるまでに至った重要な要素であり、彼の多面的な才能と深い人間性を形成する上で欠かせないものであることがうかがえます。ムロツヨシさんの物語は、困難を乗り越え夢を追い続けることの重要性を教えてくれます。彼の人生は、挫折や苦労を経験しても決して諦めずに前向きに努力し続けることの大切さを示しています。いかがでしたでしょうか。ムロツヨシさんの物語を追いかける旅は、彼が過ごした長い下積み時代から始まり、芸能界での輝かしいブレイクまでをたどりました。この道のりは単なる成功物語以上のものです。それは逆境を乗り越え自己変革を遂げる旅であり、人としての成長と役者としての進化を見事に示しています。彼の壮絶な背景とその後の成功に至る道のりは、多くの人々に感動を与え、彼の人柄と才能をより深く理解するきっかけになりました。ムロツヨシさんの経歴は、挑戦と成長の重要性を私たちに教えてくれます。彼の経験は、人生のどんな段階にあっても夢を追い続ける価値があることを証明しています。ムロさんの旅路は、福田雄一監督や荻上直子監督との出会いによって、彼の人生とキャリアがどれほど豊かになったかを示しています。これからも彼のさらなる活躍を期待し、彼の物語からインスピレーションを受けた多くの人々が自分自身の道を切り開いていくことを願っています。今後の活躍も楽しみですね。